諸葛家、彼らは義、呉、蜀いずれも国を代表する重臣として活躍した極めて珍しい一族で、中でも諸葛亮は言うまでもなく有名ですが、他にも諸葛瑾、諸葛丹など名は知られていないものの、個性的で諸葛亮とは違う一面を持った魅力的な人物たちも多数いますので、それを葬儀諸葛家、孫後諸葛家、蜀漢諸葛家と定義し、一人残らず解説できたらと思うぜ。諸葛亮、金、丹以外にどんな人物がいたんだろうな。めちゃくちゃ気になるな。もしかして、ガチでパリピがいたりしてな。聞く、はい。今回解説する葬儀諸葛家は諸葛丹から代々続いた名家として義で名を馳せましたが、葬儀諸葛家がどのような運命を歩んできたのか、孫後諸葛家と蜀漢諸葛家にも続くこととなる、前漢の諸葛亨からたどりつつ解説するぜ。諸葛亨は新末期に反乱を起こした陳章の配下、勝栄の末裔とされ、勝栄は功績を挙げるも勝手に僧を立てたため、陳章に殺されてしまったけど、功績を認めた前漢の文帝に勝栄の子孫が探し求められた際、孫が諸賢公に封じられたことから、諸賢公と葛氏から一文字ずつ取って諸葛に改姓したとされているぜ。へぇ、諸葛ってそういう経緯で付けられたんだな。厚切りジェイソンみたいな感じかな？そうそうそんな感じ。時代は流れて前漢中期。諸葛亨は牢や軍に生まれ、敬書に通じていたことから軍の文学となり、と同時に気性が強く、信念を曲げない性格で有名になるぜ。結構豪直な方だったのね。諸葛亮、金、丹を見ると、そういう一面あるから、やはり諸葛亨の末裔なんだなって感じさせるな。やがて評判が広がり、自御氏に推挙されると、前漢11代皇帝の元帝は彼を司令皇尉という都の長安の治安を守る役職に抜擢するぜ。諸葛亨は張り切ったのか、誰であっても容赦なく監察弾劾したことで、陰口を叩かれつつも、元帝に気に入られ、公録大夫の俸禄を与えられるぜ。都を守るわけだから、そりゃ厳しくないと元帝の身にも関わるからな。なかなかええ仕事しとったんだな。元帝も評価してるし、大昇進の予感。そううまくいかないのが、この世の中なんだよねー。そんなある日、元帝の外戚の賓客が罪を犯し、外戚も取り調べ対象になり、諸葛亨は司令皇尉の権限である説を出して車から降りろと御事の理を下して逮捕しようとしたぜ。するとその外戚は逃亡して元帝に助けを求めたところ、元帝は激怒して説を取り上げたぜ。外戚であろうと容赦なかったのはさすがだけど、そういう仕事ぶりを評価してた元帝が権限を取り上げるとかさ、やはり一族や親戚には甘くなっちゃうんだな。コストコのケーキよりも甘いわこや。まあ元帝のメンタル面での甘さに足元救われちゃった感じだよね。コストコのケーキより甘いかはわからんけど、この件以降、官では権限を振り回されることを恐れて司令皇尉に説を与えなくなったぜ。諸葛亨はこの件で謝罪するも、元帝は許さずに上門皇尉に転任させるも、諸葛亨はそこでも習慣と長毛の悪事を告発するなど懲りなかったけど、元帝は諸葛亨がかつて習慣と長毛を褒めていたことから、かえって不信を買うことになり、庶民に降格させられ、そのまま亡くなったぜ。大昇進の予感は感じたけど、そう甘くなかったな。元帝は厳しすぎてもかえって治安を乱す原因になりかねない。そういう考えのもと、司令皇尉に説を与えなくなって、それでも懲りなかったから諸葛亨を罷免したのかもな。放火で有名な漢妃も、法による厳しい統治を説いてはいたけど、厳しすぎるのも良くないって言ってるくらいだからね。諸葛亨は法による厳格な統治で一時的には気に入られたものの、元帝に徐々に疎まれ、庶民にまで降格してしまうも、その血は脈々と濃く受け継がれていくことになるぜ。そして時は流れて三国時代、葬儀諸葛家、孫後諸葛家、蜀漢諸葛家と三国時代を代表する屈指の名門が爆誕。では、ここからは動画の主となる葬儀諸葛家を諸葛丹から解説するぜ。諸葛丹は徐州の牢屋軍出身。諸葛亮や諸葛瑾とは離れて暮らすことになり、呉や蜀で順調に昇進を重ねていたけど、諸葛丹も初めは小書郎として兼令、やがて中央に入ってリブ郎になるぜ。諸葛丹、クライフ丹みたいに言うな。てか諸葛丹さんも一緒にターンしてんじゃないよ。ご協力ありがとうございました。なぜあえて諸葛家は離れる道を選んだんだっけ？そこに関してはまた推測にはなるけど、諸葛丹は徐州に残り、江東には諸葛瑾とまま母、余生には諸葛亮と瑾。こうして別れたのは戦乱に巻き込まれて族滅になるリスクを回避したからではと。実際、曹操が徐州を攻めた際に民を虐殺しているからね。そう考えると、リスク回避策として寂しくなるけどやむを得なかったのかもな。曹操の虐殺きっかけに生き残るにはどうするかを考えても不思議じゃないし。そんなある日、諸葛丹が船を試乗運転中に転覆して溺れてしまった時、近衛兵が諸葛丹を助けようとすると、同乗していた時を助けるように言って、
自身は自力で岸にたどり着き、意識を失うも、息を吹き返すという急死に一生を得る経験をしたり、官僚たちが慎重に人材を推挙するきっかけを作ったりして、着実に実績を重ねていくと、御史中将、少将になり、加工元と仲が良かったことから名声が上がり、人々に慕われるようになるぜ。早い段階から義の名族、加工元とは仲が良かったんだな。名族とは仲が良いに越したことないからな。さすが諸葛の血を引くものだな。でも、当時は諸葛亮は職の上昇で諸葛金は後で大将軍になってるし、なかなか出世しにくかったんじゃないかって勘ぐっちゃうんだけど。ぶっちゃけ関係はあるかも。諸葛丹は表面だけ華やかにして著名を集めてるからはびこらせるなっていうことで、宗衛や一部界隈に嫌われて免職され、出世の道がしばらく途絶えた期間があってね。諸葛丹を免職する際の御事の名声は血に書いた餅のようなもので食べることはできない。という内容は後に、絵に書いた餅や画柄に返すという故事を生むぜ。余命っていうのを見ると、若干諸葛亮や諸葛金の地位も関係あるかもな。親族二人が凄すぎて実力以上の評価をされていたりしてな。でも意外と復帰の機会は早く訪れ、宗衛が亡くなり、双方が即位すると、芝居と曹操が後を任された影響で、曹操と仲が良い加工元が職に就いたのもあり、諸葛丹もその恩恵を受け、御史中将、少将に復帰すると、領収し、勝負将軍に昇進するぜ。たまたま宗衛が亡くなり、たまたま仲が良い加工元がたまたま曹操と仲が良く、そのおこぼれを拾えたようで何よりですね。たまたまが3回続くと何か意図的なものを感じる。251年に王僚が反乱を起こすと、諸葛丹は陳頭将軍、仮説と徳陽州諸軍事として対処。しかし252年に東高の戦いで同族の諸葛閣に敗れてしまった責任を問われ、官級権と職を交代させられてしまうぜ。この判断が官級権分金の乱発生につながっちゃうんだよな。いやー、諸葛閣は年下だったろうから、普通の年下に敗れるより屈辱だっただろうな。あの諸葛閣のことだから、お前は諸葛家の恥だとかいう手紙送ってそう。あの性格じゃやりかねない。諸葛閣については、孫後諸葛家で解説するとして、255年に官級権と分金が反乱を起こした際、活躍のチャンスを与えられると、しばしの指示に従って受信場へ向かい、官級権と分金がしばしに敗れて逃亡すると、諸葛丹は先回りして受信場を制圧。城内の民は処刑を恐れて後へ逃亡するも、そういう状況にもかかわらず、退却する五軍を追撃して破り、参考に匹敵する地位である征討大将軍に転任するぜ。大、使と、地空に匹敵とかすげえ大出世。五を追撃した時、将軍を数人斬ってるからな。征討大将軍に転任後、加工元がクーデターを起こそうとして殺されたことを思い返すようになり、領収の司令官的立場だった王僚と官級権が殺されたことにやがて危機感を抱き始め、金蔵を傾けて施しをして、身内の従属者と領収のヤンキーを手厚く待遇して古文に、そうして民の心を引きつけていくぜ。おっと急に反乱準備か、よく怪しまれずに進められたもんだ。まあグループ作るくらい不安になるよな。仲間が殺され、領収の司令官たちも殺され、次は自分なんじゃないかってなるちゃなるわな。256年、後が攻める姿勢を見せると、諸葛丹は現有兵力でも十分対処可能なのにもかかわらず、城の建設許可と、10万の兵を要請したため、芝将らは疑心があると疑うも、長年使えた臣下だったため、召し出して処置をしようとするも、するも、これが反乱の引き金になってしまうぜ。ああ、なんか嫌な予感しかしない。この召し出しについては加重が芝将にデマを吹き込んだことから始まっており、諸葛丹はそういう加重と芝将から身を守るため、反乱を決意。そして257年、諸葛丹は受信場にて挙兵。淮南と淮北で屯田していた10万の管理と兵、領収の精鋭5万を手中に収め、1年分の兵糧を集め、城を閉ざして守りを固め、末死の諸葛勢を人質として5に送ると、5は喜び、孫林を中心にまずは3万の兵を受信場内に送るぜ。そして孫林は兵を少なくとも、5万を連れて戦闘態勢に入るぜ。後としてはどさくさに紛れて受信場奪えればいいくらいの考えだったんだろうな。にしても諸葛丹の用意周到さは目を見張るものがあるよな。王僚や官級権と同じ過ちをしないように徹底していたんだろうね。対して芝将は、事の連携と大規模な決起で動きが鈍くなると読み、青州、徐州、慶州、余州、漢中方面から26万くらいの兵を動員して淮北に軍を進めるぜ。そして官級権の乱で活躍した王騎が受信場を包囲。芝将は敵は強力だから、強固な砦に兵を収容せよと命じるも、王騎は堅くなに包囲を続け、兵を一切動かさなかったぜ。
兵の収容より、包囲を続けることにこだわったんだな。変に兵を集中させても不利に転じるだけだしな。包囲を続ける中、5軍約1万が義軍に攻撃をかけるも敗戦。それに諸葛丹はこうして、城内から撃って出るも、こちらも敗戦。孫林は帝方に5万の兵を率いさせて攻撃させ、こちらはある程度優勢に進めるも、別動隊は決死隊として夜に攻めるも敗戦。敗れて撤退している途中にも追撃を受けて被害が拡大してしまうぜ。さらに義軍に市長のある場所を奇襲されて焼き払われ、形勢が不利に転じるも、それでも孫林は無理やり攻めさせようとするぜ。その命令を受けた将軍は拒否。実行には移されずに将軍は殺されるぜ。敗戦ばっかじゃねえか。それでも戦おうとするとか何考えてるのやら。諸葛丹との連携がうまくいってないし、戦っても兵を無駄に死なせるだけだろ。兵士は人造人間みたいに再生できないんだからさ。三国志にドラゴンボールの世界持ち込まないでくれ。諸葛丹の乱って負けたら地球滅亡のセルゲームじゃないの？三国時代にそのレベルの戦いは荷が重すぎるだろ。ごと諸葛丹は敗戦を重ね、残る五軍は受春城内にいる3万と、城外の疲弊した兵のみに、五軍はなすすべがなくなり、受春城内にも不穏な空気が流れ始めていたぜ。もうこれ諸葛丹つんだろ。その状況を知った芝将は心理戦に持ち込み、城内の兵の戦意を育てると、投降する者が続出し、城内では内紛が発生して将軍軍勤が殺されるなど大混乱に陥るぜ。諸葛丹的には五軍が敗れ、城内の軍をもってしてでも全く歯が立たない。城内の戦意は消失されるばかりで投降する将兵が続出してしまうという事態だったから、精神的に不安定になって周りに当たり散らして内紛を起こしてしまったんだろうな。そんな中でも、諸葛丹は大量の攻撃兵器を作ってなんとか統合を図るぜ。しかし失敗して城内に引き返し、悲惨な状況に陥ると、芝将は受春城に総攻撃をかけ、諸葛丹は今度は短期で統合を図るも切られて戦死。諸葛丹の山賊は皆殺し、帰化の兵100人は切られる際、諸葛公のために死ぬのだ心残りはない、と言って切られていったらしい。帰化の兵は命を懸けてまで戦える将軍と出会え、死ねて幸せだったのかもしれないな。こうしてみると、諸葛丹はある程度人望あったんだな。この反乱は荷重の暗躍がなければ本来起きなかった反乱で、決着に1年近くかかったことや、職に責められるなど、義は国力を大いに消耗したものの、半芝一派をほとんど消すことに成功するぜ。この反乱は三国時代最大の軍事衝突で、受春三藩、諸葛丹の乱と言われるようになるぜ。別名セルゲームね。もうええやろそのくだりは。この戦いの勝敗を分けたのは、芝将と孫林の差、芝将と紹介の巧みな心理戦、諸葛丹のご頼り戦術、といった点が挙げられるけど、こちらの動画で詳しく解説しているのでぜひご覧あれ。そこではあえて名前を挙げなかった将軍名も出しているからな、気になる方はぜひ見てくれよな。諸葛丹の三族は皆殺しにされるも、五に人質に出された諸葛姓、王僚の息子の王侯の妻になった娘、芝忠の妻となった諸葛大妃だけは殺されずに済んだため、ごとぎにて葬儀諸葛家は続くことになるぜ。諸葛丹の娘って芝一族に嫁いでいたのか。芝将はめちゃくちゃ戦いにくかっただろうな。確かに、それは言えるかも。諸葛大妃のこの芝陽は、諸葛丹に殺された文金の子、文王を祖父である諸葛丹の仇に当たることから、報復を恐れて殺すなどして、諸葛丹の乱の余波は続くも、八王の乱に巻き込まれて殺されるぜ。孫の代まで諸葛丹の乱の余波があるとか、何か強い呪いにでもかかってるのかな。切っても切れない因縁がくすぶっていたんだろうね。諸葛大妃の孫の芝英は逃れ、東晋を建国して初代皇帝になるぜ。諸葛大妃のその後は不明で、王侯の妻になった娘は王侯に顔が良くない。諸葛丹に似てねえしって言われるけど、娘はあんたは父の王僚に似てないし、夫人を英傑に例えるのかって言い返すなど、父譲りの負けん気を見せたりしたけど、その後のことは不明だぜ。諸葛家の人たちって言い回しうまい人多いよな。それが男女問わずに受け継がれているとか、諸葛家恐るべし。ひろゆきに子供がいっぱいいたらって考えたら容易に想像がつくよな。ああもう地獄でしかない。諸葛姓は孫皓が即位すると、昇進を重ねてを将軍に。265年に孫皓が武将に遷都した際は、元の都の権領の守りを任されるなど信頼を重ねると、266年に山賊が反乱を起こして孫皓の弟の孫権を脅し、皇帝に擁立すると、諸葛姓は山賊側の使者を切り、反乱を平定して孫権を保護することに成功するぜ。昇進とは意外だな、諸葛といえば、諸葛閣っていうヤバい奴がいたのに。多分それについては、孫皓の父親は孫家という二級の変で孫派と争って廃位されて自害を命じられた人物なんだけど、諸葛閣は孫家を支持したから孫皓は諸葛家に対して、いい感情を抱いていたと推測するぜ。ああ、
なるほど、そうやって孫母だった子や孫は冷遇し、孫母は冷遇していたのかもな。孫母だった子や子孫はあまり良い目には合わなかっただろうね。そして280年、清真が後に攻めてきた際、長相の朝廷と共に諸葛亭は副軍師として3万の兵を率いて、7000の兵で北長京を包囲して降伏させるも、諸葛亭は偽装投降を疑い、このまま攻め立てるべきと朝廷に主張するも、引き入れられなかったぜ。何か嫌な予感がするんだけど、朝廷は長京を抜かして進軍し、新鋭に精鋭5000を率いさせて三度攻撃させるも失敗。そこで撤退しようとしたら混乱が起こり、清真軍に攻撃され、さらには降伏をしたはずの長京が裏切って背後をついてきたぜ。あちゃー、これはやられてしまったな。五軍は大混乱に陥り、諸葛亭は600ほどの兵をまとめて朝廷と共に退却しようとするも、朝廷は動こうとしなかったため、袖を引っ張って、国家の存亡には大きな命運があるのであって、どうしてあなた一人でどうにかできるようなものであろう。なぜ進んで自ら死を選ぼうとされるのか。で説得するも朝廷は聞き入れず、今日が死ぬ日だと言って清真軍に突撃して戦死したぜ。諸葛亭は送り出すとき、涙を流しながら袖から手を離したという。そして、目の前で朝廷が殺される姿を見届けて兄弟の子である芝忠に降伏。やがて孫弘も降伏し、子は滅亡してしまうぜ。なんだか胸が苦しくなる話だな。昔の日本兵の話を聞いているみたいでね。戦争によって抱く感情はいつの時代も同じなのかもしれないね。皇帝の芝縁は諸葛亭と昔の良しみがあったため、取り立てようとしたけど、恩を受けた人間の仇を取ろうとすることができず、今日再び御誓願を拝することになってしまいました。と言った後に涙を流したのを見た芝縁は、諦めるぜ。相当朝廷に対する思いが強かったんだな。記録にはない戦友を超えた絆があったのかもしれないな。諸葛亭はその後も仕官を拒絶して隠居し、神への恨みを忘れずに落葉のある方向を絶対向かなかったぜ。やがて才能特望があり、高校ぶりを極めたとして評判となり、賞賛を受けるまでになるぜ。没年は不明だけど亡くなると、諸葛亭と諸葛亭が後を継ぐぜ。諸葛亭は東晋の初代皇帝芝栄に高く評価されて大丈にまで昇進し、326年頃亡くなるぜ。諸葛亭はあざなを同名と言い、諸葛亭は精神に仕え、各地で権勢を務めて奇跡を挙げるも、栄華の乱で皇統に逃れて東晋に仕えるぜ。あ、息子はあっさり晋に仕えたのね。葛藤があったと信じたいところだけど、東晋でも奇跡を挙げたため、芝栄から御事乗りにて、祭りごと清ければ人をのずからわす、と称賛され、将来の最小候補となると、巡回、西元ともに名声を高め、三名ともあだ名が同名だったため、人々は中高三名と称賛するぜ。同名とか言うと寺とか花より団子の同名実家さとかが浮かんじまうわ。信じることが全てラブソースイート。ああ懐かしい、あの頃に戻りたくないけど。そこは戻りたいっていうノリだろ。あ、ちなみに芝栄のこの御事乗りは、自民党の清和政策研究会の会派名の由来になっているぜ。清政人は、清和といった感じでね。清和会はクリーンで国民に慕われ、不正には無縁な素晴らしい政治家集団ですからね。うん、すべて無楽のこと言っているけど人それぞれだからね。諸葛会は芝栄から数えて5代にわたって仕え、小書令まで昇進。諸葛家伝統の言葉の返しの上手さも持ち合わせつつも、341年に炎王を自称していた御用皇が、東晋に炎王の公認を求めてきた際、遺跡が争っているのは中国の理ではありません。しかし器と名は、軽々しく許してはなりません。と公認に反対するも、当時の皇帝芝炎は公認を認めて特別待遇をするぜ。そしてその後、炎は全盛期を迎えることとなるぜ。結果、全盛期を迎えるくらいの力を持つことになったけど、まだどうなるかわからない時点で炎王を公認するのはリスクあるから、様子見しようよ。そういう考えが見て取れるな。確かに当時は異民族が中原でうろちょろ争ってて、どこが力つけるか不明だったからね。日本の戦国時代と同じ構図だよね。確かにあの頃、織田家が勢力伸ばすなんて誰も予想できなかったからな。そして345年に亡くなると、諸葛亭、諸葛宿、諸葛公が後を継ぐぜ。諸葛亭は建安伯、三期上司、諸葛宿は寛大公、諸葛公は慶陽軍大主まで昇進するぜ。めちゃくちゃ難しい字だけど、そこそこ昇進したんだな。さすが諸葛家の血脈だな。あと一応、義に仕えて食討伐に同行した諸葛書。その息子で帝位まで昇進した諸葛中、芝縁の夫人となった諸葛縁。この三人も諸葛だから、血は繋がっているとは思うけどね。諸葛って名前だけど、血の繋がりは不明なんてことあるんだな。田中さんが必ずしも全国の田中さんと血が繋がっているとは限らないからね。めちゃくちゃわかりやすい例えで腑に落ちた。葬儀諸葛家は反乱失敗があったり、義と後の滅亡や八王の乱や栄華の乱という時代の混乱や変化がありながらも、
しぶとく続き、現代の日本社会に少なからず影響を及ぼした葬儀諸葛家は、もしかしたら、ま、そこは最後の食感諸葛家で解説するとして、さ、諸葛家解説第一弾として葬儀諸葛家を解説してみたけど、どうだった？諸葛丹って反乱失敗して、一族全員はおしまいってだけだと思っていたから、小屋子孫がきっかけで日本人が激おこぷんぷん丸になる清和政策研究会が生まれていたとはねえ。次の孫後諸葛家ではどんな興味深い話が聞けるか楽しみになったぜ。お、それは嬉しいねえ。てかさっき清和会褒めてなかった？まあどうでもいいけど、もし少しでも葬儀諸葛家ってこういう歴史あったんだ、面白いためになった。って思いましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。